刀剣乱舞無双。従おう。頑張ってみるよ。北の関ヶ原、長谷道場の戦いの地点か。石田方の上杉軍と徳川方の最上軍の争いだな。上杉軍が最上領に侵攻を始めたばかりみたいな。一見本来の流れ通りに見えるけど。いえ、伊達政宗は上杉軍につく姿勢です。このあとすぐに時間素行軍が放たれるでしょう。伊達軍がつくのは本来は叔父の最上軍のはずだ。歴史の流れは変わっていないのか。政宗公が駒姫救出のため尽力したことにより最上義明は老いを信頼しきっていたはずだぜ。まさしく青天の霹靂ってやつだな。あっという間に勝負がつくだろう。伊達軍は北の戦いに早々に肩をつけた。関ヶ原の地に参戦するつもりか。政宗公、伊達軍の動向が関ヶ原の勝敗に与える影響は大きいだろうな。歴史がひっくり返る前に食い止めるぜ。流れが検知されました。大部、鶴さんの頼みなら断れないな。それじゃあ驚いてもらおうか。戦場にも驚きをもたらそう。長谷道場を落とさせないために拠点すべてを守る。大将の最上義明が守る。ここに敵が入り込んでる。攻撃が多くてはここに繋がる例の道もいずれ見つかってしまうんだ。こうなれば敵に利用される心配はあるが、何、簡単には見つかるまい。こっちだぜ。よっ、ここはひとまず大丈夫だ。他の拠点が心配だ。行くぞ。拠点内が敵であふれ返ってる。僕らで守り抜こう。最上軍の猛将先ほどが守る拠点だから、そう簡単に落とさせてはくれぬような。義明様の見聞きが迫らぬ限り決してこの拠点を退けはせんぞ。この拠点も大丈夫そうだ。やっ、残りの拠点も確認するぞ。そこだ。
ここが最前線の拠点か。さて、ちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないか。敵を一掃して守り抜いてやるか。こんな拠点すぐに粉砕してくれる。名だたる武将もおらぬようだからな。だからこそ決死の覚悟で戦ってるんだ。俺たちは弱いが死ぬまで弱音は吐かんぞ。上杉軍から守れたのか。よかった。なぜまっすぐこちらの方に。まさか例の獣道に気づかれたのか。向こうが三王子や。様子を見に行くぞ。お前たち、そうだよ。この敵は押さえておくから向こうの獣道を塞いできてくれないか。獣道、なんでそんなに必死に。塞がないとまずいことでもあるのか。よっ、まだ敵は多そうだ。行ってるそばから敵の増援が。それも全ての拠点に同時に。うわ、なんだこいつは。誰か救援に来られる者はおらぬか。最上義明が助けを求めてるみたいだ。早速向かおうか。いや、戦況を踏まえて考えるべきだが、各拠点の兵力からしてまず助けるべきは。出ていなかったはずじゃ。力がみなぎってくるのを感じるよ。心配だ。行くぞ。
大将のいる拠点につながる道か。なるほどな。ここが最前線の拠点か。敵を一掃して守り抜いてやるか。こんな拠点すぐに粉砕してくれる。名だたる武将もおらぬようだからな。だからこそ決死の覚悟で戦ってるんだ。俺たちは弱いが死ぬまで弱音は吐かんぞ。この拠点も大丈夫そう。残りの拠点も確認するぞ。まさに鶴の子し華麗な戦いだな。拠点内が敵であふれ返ってる。さてちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないから僕らで守り抜こう。最上軍の名将佐久間が守る拠点だけあるな。行くか。任されたよ。簡単に落とさせてはくれないだろう。ヨシアキ様の身に危機が迫らぬ限り決してこの拠点を退けはせんぞ。上杉軍から守れたみたいだね。よかった。なぜまっすぐこちらの方に。まさか例の獣道に気づかれたのか。向こうが攻めましょう。様子を見に行く。お前たちこの敵は抑えておくから、向こうの獣道を塞いできてくれないか。行っとくかい。オーケー。上場じゃねえか。ふう、倒したはいい。まだ敵は多そうだ。行ってるそばから。うん、まず向かうべきなのは義明様が敵に囲まれております。急ぎ救援を。何、殿の危機だ。今すぐ向かわねば。最前線の拠点はこれでなんとかなったんだ。次に向かうべきは最上義明のもとには酒延秀綱が向かったはず。僕らは将が不在の拠点に向かおう。いいですね。やるね。やめっこか。この拠点はなんとかね。さあ最後の拠点へ向かおう。
紅白に染まった俺を見たいか。その前に死んじまった見えた。決めよう。死ぬ気か。別に構わない。大将のいる拠点は守れたな。さて次はどんな驚きが待っているかな。めでたいな。お召し替えで楽しませてもらったぜ。全ての拠点を守る。これで長谷道場はしばらく持つ。あとは最上軍に任せて引き上げようか。僕らが当たるべき本題は見えているしね。修復が進みました。戦場がかき乱され続けているね。やっぱり止めるべきは政宗公だ。この付近には政宗公の姿は見えなかったよね。関ヶ原の地にすでにいるのかな。かもな。だが次の接触があれば話し合いなんて穏便にはいかないぜ。覚悟しときな、密謀。第五部隊は黒田官兵衛の干渉を解くために黒田官兵衛本人との刃を交えたと言った。前に見ただろ、眼帯の下のあの赤い目。政宗公本人であってもどこか正気じゃないのさ。政宗公と切り合わなくちゃならないってことか。二人はもうそれで割り切れているのかい。戦である以上手は抜けない。政宗公もそう生きてきたはずだ。言葉での説得に失敗したんならもう刀を持って向かい合うだけだ。そうだろう。